エクスプスリョーマエクスプレス、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 リョーマエクスプレスは、岡山県岡山市、倉敷市と高知県高知市を結ぶ高速バス路線である。全便座席指定制のため、乗車には予約が必要。以前は、岡山側事業者が、角に往復の固定運用を、高知側事業者が5往復を交代で担当という、 体制だったが、2010年6月1日実施のダイヤ改正以降は、高知側事業者の運行担当便が、岡山側事業者と同じく固定運用化されて、両備え、家電、土砂電鉄、高知県交通各に往復、JR 四国バス1往復の体制となっていた。2014年4月1日実施のダイヤ改正時点は、岡山側事業者が4往復を交代で担当。 高知川事業者は、土佐電鉄と高知県交通が4往復を交代で、担当、JR 四国バスが1往復担当となっていた。2014年10月1日の土佐電、交通発足後は、高知川事業者は土佐で運交通が4往復、JR 四国バスが1往復担当となっている。岡山駅に口津高、つだか、ありしは芝さんぽから大砲、大宝。 一宮バスターミナル高知駅張間や橋、停留所マイナス停留所でくくられた中での相互の乗降はできない。ありがとうございます。